クッシュー皆さんこんこにちは加藤です今回は木村花さんを誹謗中傷してた人たちは悪くないかもしれないというお話をしたいなと思いますまずはじめにね木村花さんのご冥福をお祈りしたいなと思います本当に悲しいですでねなんで彼女を誹謗中傷してた人たちが悪くないかもしれないと思うかって話なんですけれども まともな人間だったらねテレビに出てる赤の他人を匿名で誹謗中傷したりしないんですよ。よっぽど頭がおかしい人めちゃめちゃ頭が悪い人しかそんなことしないんですよ。でねこの動画を見てる人にちょっと聞きたいんですけど今まで人生の中で会ったこともないテレビのテレビや、まあ、you YouTube でもいいですけど会ったことがない有名人に対してですね死ねとか殺すとか ね、気持ち悪いとかねあの顔が気持ち悪いとかあの臭そうとかですね書いたことある人っています人生の中で一回でもそんなことを書いたことあります匿名でそれってねめちゃめちゃ頭おかしいんですよそれを人生で一回でもやったことある人ってめちゃくちゃバカだしめちゃくちゃ頭おかしいんですよ、ね、でそういうなんだろうな世の中にはあのむちゃくちゃなことをするバカがたくさんいるわけよで じゃあそのバカな人たちはんでそんなにバカなのかっていうことをちょっと考えていかないといけないと思うんだけど単純にろくな教育を受けてない人そして精神を病んでる人がいると思うんですねでこれは分けて考えないといけないでろくな教育を受けてないバカっていうのはやっぱりあのいくら年を取ってたとしてももう一度教育を受け直さないといけないと思いますねそして精神を病んでる人に対してはこれはもう本当に医学的なアプローチが必要なわけで僕みたいにねあの医,学医療の素人 医者ででもないわけですからそういう人間がですねそういうむちゃくちゃなことを言うね精神を病んでしまっていてめちゃくちゃなことを言う人に対してどう対応していいかなんてわからないだから専門家のアドバイスが必要だと思う。と、ね、いうことで世の中にはヤバい人がいるわけよいわゆるやばい人たち。ね会ったこともない赤の他人に対して匿名で、ね、誹謗中傷を書いてしまうとそれクソヤバいでしょ。ね。で そういう人たちがいるっていうこと、まあ前提にですね、あの世の中動かないといけないし、今回のテラスハウスのね、あのビジネスをやってる人たちはですね、若い子使って金儲けやってるわけだから、ね、そこをしっかりやらないといけないよね。そのやばい人たちから、あの、なんだろうな、自社のタレントとかを守る方法をもっと真剣に考えないといけないし、そのどうやってそういうやばい人たち。 と向そやってやばい人たちはめちゃくちゃいるわけよでその人たちを消すことはできないねその人たちがを消すことはできないんだからやっぱりタレント側としてそういうやばい人たちがいるよとまともに相手しちゃダメだよっていうことを教えないといけないですねでそれができない人はやっぱテレビとかに出さない方がいいねそれをそういう人たちを使って金儲けしない方がいいと思うねそれは大人の責任もあると思いますよ若い子使って金儲けする以上は。 なので、あのー、この問題はあの本当にね、あのぼ、ー、う中傷してた人が悪いっていう単純な話にするんじゃなくて、世の中、クソやばいやつがいて、その人たちとどう向き合っていくかってことを考えないといけないと思う、だから、ことばは人を傷つけるとか、最低限のマナー、礼儀、思いやりとか言ってるやつ、クソバカだよ、そんなもんで、バカを止められるわけないんだから、ね、もっと具体的に、そういうやばい人たちがいますと。 やばうい,うい人たちとどう向き合うかできるだけあの例えばコメント欄のね機能でそういう誹謗中傷コメントを削除するとか、ね、あの物理的にあのそういう人たちがあの発言できないようにするっていうのも重要だけどそれプラスそういう人たちがいるんだよとそういう人たちがいる前提で人前に立たなきゃいけないんだよと、ね、そういう人たちをまともに相手しちゃいけないよとそういう人たちのことを見てて病んでしまうような 子たちはやっぱりあの表舞台に出さない方がいいね。それは本当に重要だと思いますね。もちろん誹謗中傷してる人たち,人たちが悪いんだよ。ねクソバカだけどでもそのいろんな事情がある。教育受けてないね。病んでる。だからそこをもっと真剣に考えないといけないんじゃないかなと僕は個人的に思いました。はい今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。